皆さんこんにちは。Do It Yourself Ideas へようこそ。このビデオでは皆さんに手作りの小物入れをご紹介します。蓋付きで中には化粧品など皆さんの好きなものを入れることができます。またプレゼントする時などにもぴったりだと思います。とても簡単ですのでぜひ試してみてください。それでは始めましょう。今回用意するものはホットボンド、フェルトの布、ガムテープなどの芯、鉛筆、ハサミ、皆さんのお好きな柄の和紙テープ、あるいは別の綺麗なテープ、そして頑丈な段ボールあるいは厚紙。今回はこちらのガムテープの芯を使います。こちらを段ボールの上に置いて2箇所ガムテープの芯の大きさに合わせて線で目印を書いていきます。フェルトの布の上にも2箇所同じように目印を書いてください。全部で4箇所鉛筆で目印をつけました。それではフェルトの布の目印に合わせてハサミで切っていきます。段ボールも切り終わって全部で4つの円が完成しました。まずは段ボールの片面に皆さんの用意した和紙テープで飾りをつけていってください。和紙テープは少し円よりも長めに取っておいて後ろに貼っていきます。段ボール両側に和紙テープを貼り終わりました。次は先ほど使ったガムテープの芯の周りにも皆さんの用意した和紙テープを貼っていってきれいにしていってください。全体はこのようになっています。すべてをくっつける前にもう少しフェルトの布が必要となります。ハサミで角をこの程度の大きさに切ってください。四角形にします。それではホットボンドを使います。まずは蓋にしたい段ボールを上に、小物入れの底にする方の段ボールを下に決めてください。どちらの段ボールを蓋にするかを決めたら、こちらの段ボールの芯の縁にホットボンドを塗っていってください。それでは小物入れの底をまずこのように貼ります。しっかり押してくっつけてください。乾くのを待って次は蓋をつけていきます。蓋をどのように開けるかを決めてください。決まったら先ほど四角形に切ったフェルトの布を使います。蓋の内側にホットボンドを塗ってその上にフェルトの布を貼ります。ボンドが乾いてしっかり止まったら今度はこちらのフェルトの布にホットボンドを塗ります。そして小物入れの内側にフェルトの布を貼り付けます。こうすることで蓋を開け閉めすることができます。この際しっかりフェルトの布を小物入れの内側に貼ってください。全体はこのようになります。これで蓋が完成しました。しっかり乾くまで待ってください。次は先ほど作ったフェルトの布を小物入れの中に入れてください。フェルトの布の底にはボンドをつけてもいいですし、つけなくても構いません。それでは次に小物入れの蓋の内側に2枚目のフェルトの布を貼り付けます。ホットボンドで貼ってください。こちらで小物入れの完成です。こちらの中に皆さんのお好きなものを入れてください。全体はこのようになっています。いかがでしたでしょうか？こちらの小物入れは逆さまにすると蓋が開いてしまいます。ただこのまま机の上に置いて小物入れとして使うには十分だと思います。今回のアイデアを気に入っていただけたらぜひいいねを押してください。またチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。皆さんのご意見、ご感想、新しいアイデアもお待ちしております。ぜひ下のコメント欄へお書きください。それではまた次回のビデオでお会いしましょう。